ト和田湖トワダコは、青森県ト和田市と秋田県カズ郡小坂町に、またがる湖。日本の故障としては、最大水深は326.8メートルで、第3位、面積では12番目。東岸には、ト和田湖の水が唯一流れ出るオいらせ川があり、北東に、約14キロメートルにわたり、オいらせ渓流が伸びる。約20キロメートル北には、 八甲田山が位置する。観光地となっており、冬季を除き遊覧船が就航している。内水ながら、国の地方港湾に指定されている港が二つある。小平瀬渓流入り口の根の口港と、十和田湖南岸の中山半島西側付根にある、安宮港である。十和田湖は、十和田湖及び、小平瀬渓流として、文化財の特別名称及び天然記念物に、 指定されている。1936年には、周辺のオイラセケ流、ル、八甲高山群と共に、トワダ八万大国立公園に指定されている。聖湖一帯は、港オアシスに登録していて、トワダ湖観光交流センタープラットを代表施設とする、港オアシストワダ湖として、観光拠点ともなっている、全国唯一の湖を登録した港アシスである。 ト和田湖を要する山地は、その北に位置する八甲田山と同じくカルデラを有する火山群である。ト和田火山の噴火で形成された二重カルデラ湖で、現在も活火山に指定されている。最大震度326.8メートルは日本で3番目の深さである。湖を真上から見るとクルミを半分に割った断面図のような形をしており、南岸には西寄りに、 中山半島、東寄りに小倉半島が突き出している。中山半島の西側付け根近くには、恵比寿大国島という小島がある。東岸からは、唯一の流出河川である奥入瀬川が、太平洋に向けて流れ出ている。十和田湖への流入河川は、銀山川、大川大川、金山川、宇多るべ川、神田川などがある。 ごくら山、溶岩ドームのある小倉半島と中山半島の間にある中野海と呼ばれる水域が最深部であり、ごくら山の東側の東の海や中山半島の西側の西湖、西の海と湖れている水域の水深は五十から百メートルほどである。なお、江戸時代より軍の境界が不明確で、明治維新後も戸和田湖面城の青森県と秋田県との境界は、 長らく決まっていなかった。2008年8月29日に青森市で開かれた北海道北東北知事サミットにいて青森、秋田両県と沿岸の関係市長が湖面の境界線を青森県6、秋田県4という割合で県境を確定することで最終合意した。同年11月14日に確定し12月25日に官報告示された。これにより 1871年の廃藩地検以来、137年目にして、県境が決定した。具体的には、湖の北側にあるお花部山の頂上から、西側の尾根にあたる桃の沢川口と87、林藩東端の中間点を直線で結び、南側は神田川河口を県境とする。これにより 61.02km の戸和田湖は、 青森県戸和田市に 36.61km、秋田県小坂町に 24.41km が割り振られ、その分の地方交付税交付金、年間総額約6700万円も増額分配される。なお、増額分の交付金は、戸和田湖の環境対策や観光振興に使われる。かつて、戸和田湖西岸には17世紀中頃に発見された。 金山鉱山と従林殿鉱山があり、鉛や亜鉛、銅を産出していた。この廃鉱山からの流入水は、現在も、湖水の亜鉛岩有量に影響を与えていると、考えられ。戸和田湖周辺は、霊温大林、うなばやしや寒大林、竹冠場林が広がり、熊高や犬わ月のワグマといった、野生動物や、森林性の野鳥、四十から五十から、 アカゲラ、コゲラなどが生息する。水鳥、ホシハジロ、キンクロハジロ、ホウジロガモ、カイツブリなども飛来する。これら鳥獣の生息が重要であることから、国指定とはが鳥獣保護区、大規模生息地に指定されている、面積37,674ヘクタール、内特別保護地区19,366ヘクタール。 火山加工にできたカルデラ湖であるため、人間が魚の放流を開始する以前に生息していた魚介類はサワガニのみと考えられている。したがって、現在生息している魚類のすべてが人為放流されたものである。記録に残る最初の放流は1855年のイワナとされている。1960年代に行われた調査では、火器が確認されている。 ヒメマスなどは、漁業や釣りの対象となっている。1903年に、ワイナイサダユキラにより、ヒメマスの最初の放流が行われた。と田だえのヒメマスの定着以降は、本州各地の湖への移植溶欄及び、稚魚の供給源として、中禅寺湖と共に、重要な位置を占めている。1960年あるいは百六十七年の調査で、流入河川ではなく、固定に、 産卵床を形成し産卵していることが確認されている。また、1975年と1976年に行われた調査では、漁獲魚のほとんどが放流魚の可能性が意図の結果が得られたが、1945年前後は放流が全くなかったにもかかわらず、相当量の産卵が行われていた時期もある。湖畔の秋田県側の小坂町の多いで、通称、ワイナイ地区には、 ヒメマスの不可場がある。トワダ湖は火山の山頂部に水が溜まったカルデラ湖である。中世以降は噴火の記録がないものの、トワダ火山として防災行政の監視対象になっている。大規模な噴火が将来起きた場合、火砕流が岩手県北西部を含む最大 30km 圏内に到達し、火山灰や噴石はさらに広範囲に被害を与えるとのハザードマップが、 公表されている。約20万年前から活動をし、大きな噴火は、約5.5万年前、約2.5万年前、約1.3万年前に起こったと考えられている。と和田湖の原型、外縁は、約2.5万年前に発生した大不動噴火と、約1.3万年前に発生した八戸噴火による陥没によってできたと考えられている。 東古や聖古は、この第一カルデラの一部である。1万3000年前の噴火の火災流は、青森市付近まで到達している。さらに、約1万年前に戸和田カルデラの東南部で、噴火によって、カルデラ内部に、五色岩、または五色大火山が形成された。五色岩火山は初期に、玄武岩を吹き出し山体を成長させた。その後、安山岩、サイトを経て、 流門岩を噴出するようになった。それに伴い爆発的噴火型発誌加工を拡大していった。そして、約6200年前の噴火で、加工壁が崩壊し、第一カルデラの湖水が火口に流入した。これにより中湖ができたと考えられている。915年、演技15年大噴火を起こした。 マグマ噴出量は2.1ドレイキロメートル。火山爆発指数は米5。この際に、ごく山溶岩ドームが形成された。この噴火は、過去2000年間、日本国内で起きた最大規模の噴火であったと見られる。なお、この噴火を直接記録した文献記録は、現地では見つかっていないとされている。この噴火により、大規模な火砕流。 ない火砕流が生じ周囲2 0トルを焼き払った。噴出物、主に火山灰は東北地方一帯を広く覆い、甚大な被害をもたらしたと推定される。戸和田火山の噴出物は通常偏西風に乗り戸和田湖の東側に流れるが、この年の噴火では戸和田湖の西側に流れている。これは夏のこの地方の気象現象である山瀬が原因であると考えられている。 東の三本木原は昔の十和田火山の噴出物でできているが山瀬のため西に流れた噴出物は米城川流域を追いつくし大災害をもたらした。そのことを人々は三考伝説として残したと考えられている。一方で噴出物により広大な砂地が形成された結果、 人々の居住に適した環境が整い居住者の増加に影響を与えたと考える研究者もいる。2016年12月1日より戸和田は気象庁の常時観測火山に指定されることとなった。戸和田湖にはまたぎ、漁師にまつわる伝説もあるほか、湖畔の中山半島にある戸和田神社は、坂の上の田村麻呂が平安時代初期の大道2年、807年に、 創建したとの説もある。十和田神社は中世に山伏が修行し、江戸時代には南部藩の霊場となっていた。明治末期に十和田港を訪れた文人の大町慶月が、その素晴らしさを紹介して、以降、風光明媚な観光地として知られるようになった。十和田神社が所在し、現在も観光施設や行政、公共機関、郵便局や学校など、 民家が多いのは、湖南岸で中山半島西側付根の安宮地区、青森県十和田市である。JR バス東北の十和田湖駅や遊覧船乗り場など、交通結節点であり、環境省の十和田ビジターセンター、旅館、ホテル、湖畔に建てられた、高村光太郎作のブロンズ像、乙女の像などがある。十和田科学博物館は休館中。湖岸ではこのほか。 青森県十和田市川のウソン部、この口や湖の西南岸や西岸の秋田県小坂町側にも旅館、ホテル、キャンプ場、集落がある。十和田湖畔温泉としていくつかの旅館、ホテルでは温泉に入浴できる。秋田県側の十和田プリンスホテルは十和田湖西湖畔温泉を称している。湖を取り巻く山々のいくつかには湖面を見下ろせる展望台が設けられている。 毎年1月下旬、2月上旬から2月下旬には、休みやで、とわだこ冬物語が開催され、雪像や鎌倉などを見ることができる。また、20時頃から冬、花火も打ち上げられる。ただし、この時期は、近隣の国道102、103、394、454号、青森県道40号の一部区間が、冬季閉鎖や夜間交通規制の対象となるため、 来場する際は注意が必要である。特に18時以降は、八甲台山周辺の通行ができないため、冬、花火を見るなどして、この時間帯に青森方面や黒い方面へ帰る場合は、小坂インターチェンジ方面か、戸和田市面へ大きく迂回する必要がある。毎年七月の第三金土日曜日には、湖水祭りが開催され、また七月下旬の日曜日には、 トワダコ一周道路約5 0トルを約12時間かけて歩くトワダコウォークが行われる。青森、秋田県境にあるため、土産物屋では青森の特産物、リンゴなどと秋田の特産物、霧リタンやカンバサイクトが両方販売されている。古城には観光用の遊覧船が運航している。かつてはトワダコ観光汽船。 青森県青森市の定期航路が開設されていたが、東日本大震災による東北観光の低迷などにより2013年に経営破綻。2014年5月からは、戸和田湖観光機船、青森県戸和田市の従業員が、戸和田湖遊覧船企業組合、青森県戸和田市を設立したが、この航路も2016年に廃止となった。これとは別に戸和田湖には、 戸和田観光電鉄、青森県戸和田市が定期航路を開設している。2003年から2004年頃の300万人をピークに観光客は減少を続け、特に東日本大震災のあった2011年には大きく数を減らした。その後回復傾向にあるとはいえ、2014年でも最盛期の2、3に満たない。この影響で、 宿泊施設や土産物屋の休拝料が相次ぎ、これらが集まる休み屋地区は、廃屋通りと呼ばれるほどの山上を呈している。こうした現状を打破すべく、環境省と地元関係団体は、国立公園満喫プロジェクトにおいて、と和だ八万対国立公園ステップアッププログラム2020を策定し、再開発に乗り出した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。